日本人とお酢の付き合いは 4,5 世紀頃から。酒の醸造技術とともに中国から伝わりました。生酢、寿司、鍋物に。今回は和食の名バイプレイヤーお酢のお話。日本三景の一つ、天の橋立。丹後、宮津を象徴する風景です。のどかな入り江のすぐそばに飯尾醸造があります。明治26年創業、無農薬米を使ったお酢で定評のある老舗です。五代当主、飯尾明弘さん。家業を継ぐべく東京農大で醸造学を学び、大学院も修了したお酢作りのスペシャリストです。1964年に祖父が無農薬に舵を切ったんですね。当時は高度成長期の真っ只中でしたので、食の安全よりも工業というかそっちの方が優先された時代だったそうです。で、近所の田んぼに農薬がまかれて、土壌とか船とかどんどん死んでいく風景を見て、祖父が、こんな米からお酢を作るのは嫌だなっていうふうに思って、近隣の農家さんに2年かけてお願いをして、農薬を使わないお米っていうのを手に入れたっていうふうに聞いてます。地元丹後の契約農家はおよそ15軒。飯尾さんは無償で農業資材を提供し、市場価格の3倍で米を買い取るなど、農家が安心して無農薬米を作ることができる環境を整えています。さらには棚田で蔵人自身が米作りも。田植えと稲刈り機には飯尾醸造の顧客も参加する体験会を実施。そこにはある思いがありました。他の地域のお米をうちがこう分けてもらうとしたら、実はそっちの方がお酢の原価は抑えられるんです。でもそうするとこの丹後の棚田の風景がなくなってしまいかねない。醸造業っていうのは地元と一蓮托生であると思ってますので、そこは大事にしているところです。お酢の原料となる米は酒麹用の酒米と丹後コシヒカリ、その年の秋に収穫した新米を使用します。お酢作りはまず酒作りから。およそ100度で蒸し上げた米を冷まし、麹菌を振りかけ種付けします。そして素早く蒸し米を高温多湿に保った麹室に運び入れます。麹作りは生菊とも呼ばれ、酒造りの要となる工程。丸2日かけて蒸し米をほぐし、麹菌の繁殖が均一に進むように混ぜます。酒の元となる酒母に水、麹、蒸し米を入れて1ヶ月発酵させます。出来上がった酒に酢酸菌を加えて発酵させるとお酢になります。日本酒だとブクブク二酸化炭素が出て発酵する感じですが、お酢を作る菌は二酸化炭素を出さずに酸素を取り込んで静かにゆっくりじっくり発酵させるんですね。静かに置くと書いて静置発酵なんですけども、今日本のお酢のほとんどは全面発酵って言いまして、コンプレッサーで空気を送り込んでブク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 やるんです。それとは違う昔ながらの作り方です。一般的なお酢が発酵に
まあ、1日から2日なのに対して生地発酵ですと大体100日から200日ぐらいかかるすごい気長なお酢作りです。米作りから発酵まで昔ながらの手仕事を貫く一方で、最終工程の瓶詰めは最先端の機械を導入したオートメーション。衛生品質を現代の標準にアップデートさせています。ベースとなるお酢は5種類。米の含有量が異なる2種の米酢。玄米から作る黒酢。酒粕を10年寝かせて醸した赤酢。飲料用の紅芋酢です。一般的なお酢に比べて5倍から8倍ぐらい旨味が強い。まあ、つまりこう出汁が入っているかのような味わいのお酢。であともう一つは香りですね。ほとんどのお酢はどうしてもツーンとした酢酸という成分が多いんですが、私どものお酢はその酢酸という成分が少なくて、他のまろやかな酸味の酸が多いので香りとあと味わいがまあ抑えられている、穏やか。地元の食材の魅力を広く知らしめたい。飯尾さんが夢見る丹後の未来像とは。かつて丹後ちりめんで栄え、人口3万人を超えていた宮津市。新浜界隈は花街としてかなりのにぎわいを見せていたそうです。しかし人口減少に歯止めが効かず、現在はおよそ1万7000人。そんな状況を憂えた飯尾明弘さんは、新浜地区の一角にイタリアンレストランアチエートをオープンしました。町が元気になるためにはまずは、まあ、美味しいレストランがあって、で夜そこで召し上がって近隣のお宿に泊まっていただく、この流れがしっかりできると町としては強くなるだろうということで、築120年の古民家を買い取りまして、で5年前にイタリアンレストランを作りました。飯尾さんが白羽の矢を立てたのが、東京でシチリア料理の名手として活躍していた重康彦シェフです。せっかくお客様が丹後来てくれるんだったら、丹後の食材を使ってあの料理およびこうイタリアン料理を表現できたらなみたいなのがコンセプトがあって、そうすると例えばチーズとかバターとかイタリアンで使うんですけど、そういうの使わずに丹後の食材でどこまで表現できるかなっていうので料理をやってますけどね。店名のアチエートとはお酢のイタリア語。シゲシェフが手掛けるのは丹後の魚介類や野菜を中心に、飯尾醸造のお酢や製造の過程で生まれる副産物を隠し味やつなぎに使ったイタリアンタッチの郷土料理です。アチエートの看板メニューリゾットは、魚のアラで取った出汁と米ぬかを入れてつなぎに使ってます。リゾットは普通バターとかチーズとかでこうコクを出したりするんですけど、こちらせっかく米ぬかとかあるんで、そっちでとろみとかコクとか出したら面白いのかなと思ってやってます。こちらは発酵玄米なんですけど、圧力鍋で魚の出汁で炊いたのを3日寝かせた発酵玄米、棚田の無農薬の玄米ですね。付け合わせの野草には黒酢をかけて、コクやとろみは乳製品でつけるよりも米ぬかの方が日本人の胃腸に優しいと重シェフ。魚料理は米粉を合わせてソテーしたキジハタ、トマトとエビの殻を煮込んだソースはお酢で味を引き締めています。飯尾醸造の日本酒は非売品、ここでしか味わうことができません。
スペインの北部にはサンセバスチャンっていう港町があるんですね。人口たった18万人しかないんですけども、世界中から美味しいもの好きが集まってくる町です。で、丹後も食材、それから都市部からの移動時間とかを考えると、日本のサンセバスチャンになれるポテンシャルがあると思ってますので、日本中もしくは海外からも美味しいものを求めて来てくれる街になるんじゃないか。一つのレストランが街を活性化させた事例は世界中にある。食材に恵まれた丹後を美食の街に。飯尾醸造五代飯尾明宏さんの夢は膨らむばかりです。